英語を学ぶと世界が広がる。一緒に楽しく英語を勉強しませんか？英語の指導歴は4年です。現在は小学校の英語助手をしています。子どもたちが英語を聞きたい、話したい気持ちになるよう活動を行い、また私自身の経験を交えながら外国の文化を紹介しています。今でこそ英語を使って仕事をしていますが、実はスピーキングが苦手でした。学生時代、国籍や生い立ちの違う多くの人の前で英語で発言を求められる機会がありました。多様なバックグラウンドを持つ人たちに対して自分の考えをうまく伝えられず、悔しい思いをしました。その後、カナダへ短期留学をして、多くの人とコミュニケーションを取ることで、英語の学習が自分ごとになっていき、スピーキングの苦手意識がなくなりました。目の前の相手のために、英語を使って自分に何ができるかを考えることが大切だと気づきました。英語を習い始めたばかりの小さなお子様、学校の授業につまずきのある学生の皆様、まずは気軽に無料体験レッスンへお越しください。Let's relax and enjoy learning English together. Thank you!